こに？っていうかここどこ？あれは町の灯台。中に入れば安全かも。とにかく早く向かわないと。時間の断片だと考えた。当然ながら写真についても同じことが言えるだろう。ここはいつもの教室。大丈夫、落ち着こう。影、カラー、キアロスクーロなど技法は様々だ。では人物の内面をモノクロ写真で完璧に捉えた写真家といえば誰だ。居眠りなんかしてない。それに夢にしてはリアルすぎた。誰か何なの。ダイアン・アーバスです。なるほどね。なぜそう思う？アーバスの作品に捉えられた失意の人々の目には危機迫るものがあります。アーバスは人間を苦悩の存在と考えた。正直ヘドが出るね。はいはい、騒がない。例えば誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンの出来上がりだ。そんな写真は誰にだって撮れる。要は安直すぎるんだ。そう思わないか？逆にアーバスが被写体の最も美しい瞬間を捉えていたらどうだっただろう。あれだけのセンスの持ち主なら別のアプローチだってできたはずだ。確かに私、アーバスはいい。こんなダサく、ジェファソン先生には見せられないよ。クラスのみんなにも笑われると思えません。それよりロバート・フランクとか。同感だね。お気に入りのアナログカメラ、ちょっと一枚撮ってみようかな。懸命に生きる人々の姿が浮き彫りになっている。それこそが真の美しさだ。フランクがケルアックにインスピレーションを与えたのもうなずける。二人とも50年代の偉大なアーティストだ。ケルアックの有名なバルコニーでのショットはみんな知っているね。都会で物思いにふける孤独な詩人の姿を見事に捉えた一枚だ。素晴らしいよ。さてフランクと対照的なのがサルバドール・ダリのシュールレアリズムだ。黒糖と同様ダリも多彩な人物だったが、彼ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだが、マックス君は筋がいい。肖像写真は1800年代初期から広く普及し現在に至る。君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したんだ。呼び方は変わったけどね。写真やアートの世界において人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素であり続けてきた。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は？私ですか？その要は答えられないということか。知ってます。でも忘れちゃって。要は答えられないということか。誰か他に答えられる人は？フランスの画家ルイ・ダゲール発明のダゲレオタイプ。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とは正反対ね。正解だ。ダゲレオタイプは人物の顔を細部まで描写することで1800年代以降広く普及した。この技法で初のセルフポートレートを撮ったのがコーネリアスだ。彼に関する詳しいことは教科書に書いてある。もちろんネットにもね。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。
優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しない。ビクトリアは早速営業活動か。何もかも特別仕様、授業中にあんな嫌味言うなんて中学生レベルでしょ。みんな笑ってたな。ビクトリアは何から何まで一番高くて最新のものを揃えてる。ビクトリアの持ち物は学校の備品より高性能だね。最初の週にジェファソン先生が撮ってくれたクラス写真、私は写りたくなかったけど、先生が実際に写真を撮る姿を見られてすごく嬉しかったな。君が証明する事実もいらないな。先生、写真の世界は厳しいという現実も知ってもらいたいと思っているんだよ。チャンスというのは誰にでも。はあ、読まなきゃよかった。忘れよう。公平に訪れる。分かってます。私は自分の才能を世に発表したいだけで。ケイトは塞ぎ込んでるな。どうしたんだろう。ケイト。マックス、お疲れ。元気ないみたいだけど。うん、ちょっと悩み事。そっか。お茶でもしながら愚痴りたい？付き合うよ。そうしたいところだけど、宿題しないといけないから。うん、分かった。また今度ね。バイバイ。今日は授業中に恥かいちゃったよ。急に当てられるときついよね。ビクトリアは別だろうけど、マックスの方が才能あるよ。それじゃあまた後でね。うん、またね。お疲れ。バイバイ。君はコンテストに応募。元気ないみたいだけど。うん、ちょっと悩み事。誰が代表に選ばれてもこの先チャンスはいくらでもある。君たちの熱意を。コンテストの代表に選ばれるのはビクトリアだよ。今回もね。マックスの方が才能あるよ。それじゃあまた後でね。うん、またね。お疲れ。バイバイ。うん、いい写真が撮れそう。ビクトリアを見るといつも悪口言われてるような気がする。ジェファソン先生と話すときはいつもすごく緊張する。恥ずかしい。あの、ジェファソン先生、今ちょっといいですか？邪魔よ、あっち行って。ビクトリア、口を慎みなさい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。でも先生、どうしても出さなきゃダメですか？マックス、自分でも分かってるだろう。君はまだ若いとか、可能性は無限だとか、今さら年寄り臭い説教をくどくど聞かせるつもりはないが、時間を無駄にしちゃいけない。君には才能がある。君にしかない独自の視点で世界を切り取ろうとする情熱がある。いいかい、勇気を出してそれを世界に発表するんだ。アマチュアからプロの卵へ一歩踏み出してごらん。この灯台は街のどこにいても見える。この辺の森は写真でもなんだか謎めいて見える。コンテストのポスターだ。
ジェファソン先生からは必ず応募しろって言われてるけど、酷評されたらって思うと怖くて出せないよ。で、私のことどう思ってるの？分かってるだろ、可愛い。いつも通りの風景。ダメか？それだけじゃ授業中にいい写真を送ってあげないよ。おとなしいか。トイレに行ってちょっと一人になろう。顔でも洗ってシャキッとしなきゃ、もっとバカにされちゃう。授業だあいつ。自撮り魔なんだから本当は目立ちたいに決まってるじゃん。テイラーだ。いつもビクトリアを待ってる。あの子は確かコートにいつもテイラーとビクトリアの言いなりになってる。エヴァンはあまり話しかけてこない。でもすごくいい写真を撮るんだ。アリッサはいつもスマホいじってるけど一人でいることが多いみたい。Watching the world from the bright side。 ステラはいつもノートとにらめっこ。本気で勉強しにブラックウェルに来てる。あれはデーナ。相手の男子はジャスティンだったかな。 To all of you、 デーナとは寮の階が同じ。こういう典型的な美人チアリーダータイプの子って工場で量産されてるのかな。でもデーナはいい子だからそんな言い方しちゃ悪いよね。ブルックはウォーレンと仲いいみたい。ウォーレンが好きそうなタイプだし。ダニエルはすごくいい人なのに、ローガンのやつぶっ飛ばしてやりたい。ローガンは弱い者いじめするから大嫌い。それにボルテックスクラブのメンバーだし。もう何ヶ月も行方不明なのか。グラント先生はいい先生だよ。スケーターは好きだけど、私の思いはいつも一方通行。サミュエルって本当変な人。でもそこがいいんだよね。ジュリエットとザッカリーが付き合うのも当然ボルテックスクラブの家中の存在だもん。ジュリエットとは寮の階が同じ。彼女もボルテックスクラブのメンバー。ヘイデンだ。ボルテックスクラブのメンバーだけどそんなに嫌なやつじゃない。よかった、誰もいない。こんなとこ人に見られたら最悪だよ。先月も誰かが鳴らしたな。科学の授業をサボれたからいいけど。今日はどこへ行っても誰かにバカにされてる気分。授業中にあの幻を見てからおかしくなった。私どうしちゃったんだろう。
大丈夫、自信持たなきゃ。私には才能がある。ダメだ。扉が閉じた時、別の窓が開いているとか、なんとか。シャッターチャンス、これは絶対取らないと。あの蝶、どこから来たの？今までに見たことない種類。羽が光ってるみたい。空気が流れるのを感じる。まるで精霊のよう。大丈夫だ。落ち着け。心配いらない。深呼吸だ。しっかりしろ。ここは俺の庭だ。何でも思い通りになる。だろ？何の用だ？ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。さて、本題だけど。金ならねえぞ。嘘つけ、ボンボンめ。金持ちなのは親だ。いいのか、そんな態度をとって。お前のろくでもないビジネスのこと、ご両親の耳に入ったらなんて言うだろうね。新聞にデカデカと出たら。親は関係ねえだろ。それとも学校中にネイサン・プレスコットはトイレで独り言を言う泣き虫野郎だって言いふらして。てめえ、舐めた口聞きやがって。ぶっ殺してやる。何をする。ちょっとやめて。やめろ、近づくな。に指図するんじゃねえ。いつもこいつも人をコケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの？てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。ダメ。何これ。嘘、ありえない。女子トイレにいたら女の子が撃たれて、手を伸ばしたらまたここにいた。写真は被写体の喜怒哀楽。この授業をさっき受けた。影、カラー、キアロスクーロなど。ケイトがまたいじめられてる。ビクトリアの電話が鳴ったら本当にやばい。人物の内面をモノクロ写真で嘘でしょ。写真家といえば誰だ。信じられないけど、これってひょっとして誰か。時間を巻き戻せるってこと。なるほどね。なぜそう思う。嘘、本当に巻き戻った。モノクロ写真で完璧に捉えた。タイムマシンみたい。わかる人。よし、落ち着いて考えてみよう。なるほどね。なぜそう思う。しっかりしなきゃ。捉えられた失意の人々の目には、さっきは自撮りした後先生に当てられた。同じことが起きたら間違いない。はいはい、騒がない。例えば誰かを暗い部屋に座らせれば。壊れたはずのカメラがちゃんと直ってる。そんな写真は誰にだって撮れる。要は安直すぎるんだ。そう思わないか。逆にちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだが、マックス、君は筋がいい。これは絶対に夢じゃない。現実だ。間違いない。君たちの世代よりはるかに巻き戻せるんだ。自撮りの文化は存在したんだ。あの女の子がまだ生きてたら助けられる。人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素。今すぐ女子トイレに行って確認しなきゃ。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法は。すみません、気分が悪くて保健室行きたいです。こらこら、答えられないからといってごまかそうとするんじゃない。すみません、トイレに行ってもいいですか。こらこら、
答えられないからといってごまかそうとするんじゃない。後で先生のところに来なさい。誰か他に。まずい。居残りしろって言われちゃった。あの子を助けなきゃいけないのに。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とは正反対ね。正解だ。もう一度巻き戻して正解を答えたら。最後まで描写することで1800年代以降広く普及した。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法は？ダゲレオタイプです。1830年頃にフランス人のルイ・ダゲールが発明しました。正解だ。ちゃんと予習してきたようだな。感心だぞ、マックス。ダゲレオタイプは別名銀板写真ともいい、被写体の顔を鮮明に映し出すことができる技法だ。予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。ちゃんと読んできたのはマックスだけみたいだ。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れて行く。プロの世界に自分を売り込むチャンスだ。ステラもアリッサも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しないから。おかしくなったわけじゃないし、夢でもない。勇気を出さないと。ダメだ、ビクトリー。宿題を。マックスすごいね。顔色悪いけど大丈夫？ケイト、あのさ、今日私と話した？今が初めてだけど、どうかした？ごめん、変なこと聞いて。ストレスのせいかな。辛いよね。ケイトも元気ないね。もう行かなきゃだけど、後でお茶でもする？うん、考えとく。ありがとね。誰が代表に選ばれても、この先チャンスはいくらでもある。ケイトに話せば信じてくれると思うけど、塞ぎ込んでるみたいだしな。世界は厳しいという現実も知ってもらいたいと思って。チャンスというのは誰にだ。公平に訪れる。分かってます。マックス・コールフィールド、待ちなさい。コンテストの課題はどうした？さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。でも、その、出せる写真がなくて。あれだけ自撮りしてるんだ。作品のストックならいくらでもあるだろう。でも、いい写真がなかなかなくて。マックス、時間を無駄にするな。出すつもりなんですが。じゃあなんだ？絶好のシャッターチャンスを待っているのか。そうです。マックス、時間を無駄にするな。人生は他の計画を立てているうちに過ぎる。ジョン・レノンの言葉だ。肝に銘じておきなさい。君たちの熱意をくじくつもりはないが、先生は。あの、ジェファソン先生、今ちょっといいですか？邪魔よ、あっち行って。ビクトリア、口を慎みなさい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。今準備してます。ジョン・レノンが言ってました。人生は他の計画を立てているうちに過ぎる。マックス、今日は絶好調だな。全く言うことなしだ。今日中に作品を用意すること、君には期待してるよ。早く女子トイレに行かなきゃ。お願い、間に合って。誰にも言えない。おかしいと思われる。いつもだ。シャニエル、そんな女じゃないし。科学の授業は。よし、さっきを思い出して。顔を洗って写真を破ったら、蝶が入ってきて写真を撮った。親は関係ねえだろ。
てめえ舐めた口聞きやがってぶっ殺してやる。俺に指図するんじゃねえ。ハンマーでもないと壊せない。どこけにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ死んだって誰も気にしねえだ。ハンマーがあった。これでガラスが割れる。割れる。これじゃ一緒だ。また時間を巻き戻せば助けられるかも。こんなことしてただで済むと思ってる。ハンマーでもないと壊せない。死んだって誰も気にしねえだろ。嘘だろ。二度と近づくんじゃねえぞ。ふざけやがって。もう何が現実なのかわからないよ。撃たれた女の子をこの手で助けたんだ。一体どうなってるの。パニックを起こしちゃダメ。煙の匂いしないよな。やった。スマホ。おい、非常ベルが聞こえないのか。早く避難しろ。トイレに行ってたんです。お決まりの言い訳だな。え、言い訳？やましいことがあるんだろう。顔にそう書いてあるぞ。急にベルが鳴るから。ならさっさと外へ出るんだ。それとも出られない理由があるのか。もういい、マドセン君。安全の確認が取れた。生徒の尋問はそのくらいにして、早く非常ベルを解除しに行ったらどうだね。校長のウェルズ先生はいつも上の空。何考えてるのか全然わからない。私嫌われてる？顔色が悪いようだが、どうかしたのか。その進路のことでちょっと悩みが。すごい汗だ。本当にそれだけかね。私には何でも打ち明けなさい。それとも何かやましいことでもあるのか。どうなんだマックス、答えなさい。今ネイサン・プレスコットが銃を持ってました。女子トイレで。プレスコット君が？確かかね。はい、銃を持ってブツブツ独り言を言ってるところ、私見たんです。明らかに異常でした。ちょっと待ちなさい。では何かね。君は見ていたのにネイサンは気づかなかったと。物陰に隠れてて。女子が女子トイレにいて何かおかしいですか？そうは言っていない。事実関係をはっきりさせたいだけだ。プレスコット君はこの町の名家のご子息だ。本校における成績も極めて優秀。彼がトイレで銃を振り回したなどにわかには信じがたい。それでその後は。彼、ネイさんはすぐに出て行きました。どうするんですか。事実なら深刻な問題だ。私が個人的に対応する。知らせてくれてありがとう。それだけ？銃を持ってたのに。話の続きはまた後ほど校長室ですることにしよう。分かったら君も早く外へ避難していなさい。校長は何もしてくれないだろうけど、ブラックウェルはプレスコット家のものも同然だし、巻き戻して話を変えるべきかな。